NSZT-W68T、トヨタ純正、ナビゲーションの地図の更新、Wi-Fi を使ってやっと55分かけて、あと残り1本。長かったな、これは。で、ディスクを使ってやる方法もあったんですけども、なぜか言って Wi-Fi を使ってやりたいなと思って、やった結果55分かかったので、やり方の、動画ではなくですね、55分もかかるもんかなって思いましたね。やっと、ご覧の通り、終わります。それでは。